はい、どうも皆さんこんにちは、アナちゃんです。今日はですね、東京メトロの四谷三丁目駅から歩いてすぐのライブレストランソケイスロックにて、ちょっと変わったワイン会に参加しております。まあどのように変わってるかというのはちょっと説明するとしまして、まずは皆さんで乾杯。乾杯。私の乾杯はいつもこのようにですね、見えないのでぶつけてくださいというこの他力本願な乾杯になっておるんですけれども、今日のですねワイン会は何でも大坂なおみちゃん優勝記念、テニスにちなんだワイン集めましたワイン会なんです。ワイン会だそうです。こちらのお店ですね、このように変わったワイン会を時折催しているお店でございまして、こちらに並べてございますのは、四大大会の国別ワイン。イギリスはウィンブルドンですか、はい、あれでこれがオーストラリア、オーストラリア全豪オープンで、こちらがフランス、まあ、そうそう全仏オープン、全仏オープン、はい、こちらがアメリカ全米オープン、はい、ということで、早速いただいてみたいと思います。ウィンブルドンいただきます。口いっぱいに芝生が広がりましたね。美味しいですね、飲みやすい、うん、爽やかな芝生が広がりました。いや、考えてないです。ワインの説明、誰かしてください。これはもうマスター今飲んでいる白ワインが、はい、イギリスですね、イギリスのワインで、ドルをお見せしましょうね。お、ドルを見せてくださるそうですよ。これね、ワイン好きの方が見たらね、なかなかたまらないんじゃないですか。もうだいぶ飲んじゃいましたけどね、これね。はい、はい、ミュラートルガウっていうブドウがメインで使われている白ワインでございますね。ミュラートルガウとか、はい、私は全然全く分かりませんでした。ね、これはちょっと珍しい、そんなワインでも、そもそもイギリスでワインのイメージがごめんなさい、あんまりあまりないですよね。特に赤ワインとかっていうのもほとんど少ないみたいですよ。白ワインか、まあスパークリングのね、なんか見つけることはまあなんとかできるんですけど、こんなイギリスでございます。こんなイギリスでございました、はい。じゃあちょっと少しまだ余ってるけど、はい、いいですよ、全豪オープンに行きましょうかね。はい、行ってみます。ナオミおめでとう。ナオミおめでとう。うまい。ああ。なんか広がっちゃいました。ナオミを思い出しました。ちょっとね、いやいやいや、変わったワインのラベルでございますけどもね、オーストラリアはこのシラーズというブドウが 100% です。おー、そのワイン 100%、 はい、おー、シラーズ、シラーズのうちに言っちゃった言っちゃった進みますね。これなかなか今日のお客様の中では評判が良かったみたいですね。いいですね、うん、みんな撮影が始まったら静かだな。じゃあ今度はフランスで、あ、フランスですね。全靴でフランスですよ。まあフランスは乾杯、だいたい他の、はい、いろいろなワインもそうですけど、ブレンドされたブドウもいろんなブドウがブレンドされて、すごく飲みやすいワインでございますね。フランスはブレンドが主流なんですね。もう単品種なかなか少ない、どちらかというともうほとんどブレンドのものね。ご存知でしたか皆さん。私は知りませんでした、少なくとも。ん、あー
感想。口の中をドビュッシーが駆け抜けました。一番何にも入ってる。じゃあ行こう、行こう、行こう。このオフランスは皆さんどうなんですか？そこそこ時間が経ったらだんだん変わってきて、美味しくなってきた。美味しくなってきた、うん、時間が経ったら美味しくなってきた、うん、なるほど。じゃああと3ヶ月ぐらいこれを置いておきたいと思います。後ろでいろんなことが起こっております。いろんなことが起こっておりますが、チャーリー箸落とさないで。いろんなことが起こってるけど次に行きますよ。はい、次じゃあこちらアメリカ、アメリカ全米。あ、それアメリカ。はい、アメリカ。どうぞ。え、ダメですか？どうぞ、どうぞ。お、全然香りが違う。あ、全然これは違います。ジンパンデルっていうブドウ、ね、ジンパンデル、はい、イタリアで言うとプリミティーボっていうブドウですけどね、アメリカではジンファンデルっていう。あ、ジンファンデル。これ 100% です。へえ、はい、なんかこうジンファンデルください。はいよ。なんて言うんだろうこれ。それはどれ、どんな味って言えばいいんだろう。なんかちょっとこうちゃんとレポートしてよ。フレッシュな香りがしますよね。これアメリカ、うん、フレッシュで。さっきのフランスとの違いは、あ、渋みがこっちのが圧倒的に少なくて、甘みもこれはあって、香りが割と若々しいフレッシュな香りがするので、これはローラーを思い出す味ですね。お、ローラー、大草原の小さな家の。なるほど、ええ、うん、うわ全然違う。ジーマンデル、ローラーを思い出しませんか、この味。ローラローラ、どのローラ、ローラちゃん、ああ大草原、大草原。なるほど、何のローラだ、ええ、お色はちなみに私は分からませんけど、この赤の3つは違うんですか、色。似てるかな。あ、似てる。似てるかな。綺麗な赤です。なるほど。うん、ジンファンデルがちょっと濃いかな、色は。私は、まあ、ちょっと白は、白と比べるのはあまりちょっと、ね、これ比べようがないですけど、この4つだと、私いつもワインは赤を飲んでるんですが、うん、この白が一番好きかもしれません。お、私はなちゃん。お、ということで、ウィンブルドン。ウィンブルドンでもきっと直美ちゃんは優勝できるということで。おお、すごい。こんなところでよろしいでしょうか。ではお後がよろしいようで、よろしければこのソケイスロックの変わったワイン会、あなたも一緒にご参加しませんか。チャンネル登録もよろしくお願いします。アナちゃんでした。